皆さんこんにちは、ゆうです。今回のステージもボスが2体いますね。まあ、どちらも簡単に倒せるので、その方法をお見せしていきたいと思います。俺の主は藤吉郎になったんでな、悪いが首をもらう。まずは基本はボスの隙を見て風神さんを当てていくっていうのがポイントね。でもそれよりもいいのはこのモズね。ボスの3連撃に対してモズを入れていく。その後チドンフが確定で入るんで、チドンフ入れて、そして八つの神の後国金符入れたらもう終了です。もうあとは八つの神、そして手裏剣などを適当に当てて八つの神の能力を貯めるだけ。もうこれ繰り返すだけで勝てます。楽勝です。やるやつだとは聞いていたが、ここまでとはな。お前に勝てる気はしねえな。主のために忠義を尽くすのが侍。負けたからには腹を切って詫びるしかねえだろ。いや、それはやりすぎだと思う。はい、本日2体目のボスです。これも簡単ですね。まあ、小妖符と浮雲の術などを使っておくといいと思います。ただまあ浮雲に関しては後半使うから別に前半使わなくてもいいかもしれないけど。まず開幕チドンフ、そして隙を見て熱打ちからの、まあ、毒手裏剣と八つの神2発分入れていきます。八つの神を2回分入れて、まあ、気力を削っていきます。まあ、毒手裏剣は一応使えるところまで適当に打ってしまいます。で、打ったら次にチドンフもう一度使って、そして目つぶしと国金符、そして浮雲の術なんかを使っていくと、まあ、準備完了ですね。あとは後ろに回り込んで風神からの乱れ打ち、くないくない連発、そしてまあ八つの神適当に使うとか適当に投げていくだけで勝てます。まあ完全に後ろ取ってたらもっと簡単に終わるんだけど、今の正面向いちゃったので少しダメージが取れなかった。はい、てな感じ。これ BGM 良かったな、この別のステージ。転調っていうのかな、なんかめちゃくちゃ感動するんだよね。曲調が一瞬変わる瞬間すげえいいわ。何かしら人を救うか、一応頼めるか。草場に身を置くこと40年、筆頭家老に列する。その自負はあの男に粉々に砕かれた。お市様だけでもと神明を落とし、最後の願いを霊石に託したまで。何の未練があろう、また難儀させてすまぬ。
はい、ということで、猫また可愛いよおいちさんと、勝家殿二人死んじゃったわけなんだが、いや、壮絶ですね、おいちさん。しかし、死を恐れない方法を知っていますか？いや、それはですね、最近アニメとか見てて、すごいそういうテーマにしてる作品多いなと思って、面白いなと思って見てるんだけれども、死とは何たるかを知ることです。はい、ということで、続きはまた次回にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。